関東は午後から雨、そして北日本でも夕方頃は雨や湿った雪が強まるタイミングがありそうですね。はい、そうですね。実は天気図に現れきれていない天気を崩す原因があるんですけれども、はい、まず午前3時の実況天気図をご覧ください。日本付近は本州の東に大きな高気圧があります。一方で北海道の北には低気圧があって、中国大陸の東部にも高気圧があるんですけれども、実はこの2つの高気圧の間が気圧の谷になっています。さらに東海地方のあたりで等圧線が少しくぼんでいますので、ここにも気圧の谷が隠れていそうなんですね。で、現在の気象衛星の画像を見ていきますと、ご覧のようにところどころでかなり活発な雲が発生しています。で、ここに天気図にない低気圧と前線とシアラインというものを解析してみたんですけれども、このような形を推定しています。北海道の南西、日本海の北部でこの後前線のようなシアラインを伴った低気圧が発生して北海道に進む予想です。で、このために東北地方の北部や北海道道南ではこのシアラインの南側に入ることによって暖かく湿った空気が流れ込んで、次第に雪から雨に変わるところが多そうなんですね。はい、で、一方で東海地方には南北に立つ形のやはりシアラインがあって東進しているために、このあと午後は関東地方の南部で雨になりそうです。で、そのまず降水のシミュレーションを見ていきたいんですけれども、まず関東地方、東海から関東の方を見ていきますと、これ午前9時ですけれども、時間を進めていきますと、早ければ神奈川県などではお昼頃から雨が降り出し、そして15時頃をピークに関東地方の南部の沿岸部で雨になりそうです。はい、都心でも雨が降りそうですが、今のところ都心ではそれほど強く降るということはなさそうですね。はい、一方で伊豆諸島の北部や外房では場合によっては雷を伴って強く降るということもありそうです。はい、そして北日本では気温が高く湿った雪や雨となりそうですね。そうですね。まず北日本では気温が上がりそうなんですよね。はい、で、この函館でちょっと気温を見ていきますとね、函館、はい、この後お昼頃にかけて気温が上がって、その後夜にかけてもあまり下がらない予想です。はい、ですから今は雪が降っていたとしても、うん、この後は次第にみぞれから雨に変わりそうですが、その変わるタイミングであられを伴ったりする可能性があるんですね。はい、この後の天気のシミュレーションを北日本見ていきますと、まず8時の時点ではほとんど雪の予想なんですけれども、お昼頃になりますと、これが正午ですけれども、平地では青森県の北部などでも雨やみぞれの予想ですね。そして、午後になりますと北海道地方では道南でも雨やみぞれの予報となっています。はい、札幌近辺でも、次第に雪が雨に変わる可能性がありますね。はい、で、一方で東北や道央でも山沿いでは雪になって、これから明日の朝にかけて湿った大雪となる恐れがあります。このあと24時間で予想される積雪の増加ですけれども、やはり道北や道央の山沿いを中心にかなりの雪の増加が予想されていて、はい、特に留萌地方や宗谷地方の南部などでは24時間で20センチ以上の湿った雪が積もるというふうに予想されています。はい、そうした地域では雪かきをされるのが必須となりそうですね。そうですね。あとは急に雪の状態が変化しますと、うん、雪崩の危険性もあります。はい、で、またこの積もった雪が凍ることによって路面状態が急に悪化したりする可能性もありますので、はい、そういった急変に注意をしていただければと思います。はい、この後も最新の情報はウェザーニュースアプリからもご確認いただけます。